それでは問題です。古代メソポタミア文明の遺跡から発掘されたこの粘土板には世界最古の謎々が刻まれています。その謎々の答えを書きなさい。京大医学部の賢者木戸直人、回答をオープン。学校。京大医学部の賢者木戸直人、あっという間にもう問題文が読み始まれたその瞬間に点を走らせました。木戸さん、これ何と書いてあるか教えてください。ある建物の中に入る前の人は目を閉じているが出てくると目が開いているというようなことが書いてあって、まあ見識がどうであるとか考え方が広がるという意味で、まあ学校と。そんな時代からそんなおしゃれな表現してたんですか、学校のことを。そうです、そうです。素敵。